体的にね、結婚 の作り方として5つのステップとですね、そのために意識することや行動して、習慣化することが大事だというふうにお話ししました。じゃあそれをあなた自身がどんなふうにやることができるかっていうことについては、夫の方からね、お話ししたいなというふうに思います。それではね、このまま、ビデオを見ていてくださいね。それでは、あなたの結婚脳を習慣化していくために、私たち夫婦がお手伝いできることを、これからお伝えしていきたいと思います。あと少し、このビデオ結構長いビデオになってきていますけれども、お手伝いしたいことをこれからお話ししていきますので、もし長いなと思ってたら、一回ここで休憩してからご覧になってください。それではあと少しで終了しますので、このまま引き続きご覧ください。じゃあ、あなたの結婚脳を習慣化していくために、あなたの家庭教師になるということなんです。これはどういうことかっていうと、うちの奥さんがビデオで喋ってきましたけど、結婚脳を習慣化させていく、習慣化させて習慣脳にしていく必要があるんですね。そのために、私たち夫婦があなたの家庭教師になるっていうことをお手伝いしたいなというふうに思います。ただですね、問題があります。すべての人の家庭教師を行うには時間が圧倒的に足りないということなんです。これ私たち夫婦二人いますけど、大体一組でセットで動きますので、一人一人に対応していくとですね、時間がもうはっきり言って足りないんですね。ただ、皆さんのサポートをしたりとかお手伝いできることを続けたいということで、いろいろ考えました。で、いろいろ考えた結果、ある方法にたどり着きました。それが、インターネットによるオンライン講座です。インターネット通信を使ったオンラインのセミナーですね。これを皆さんのためにお手伝いできることとして考え出しました。じゃあここで出てくるんですけれども、オンライン講座って何っていうふうに思うと思います。オンライン講座とは、例えばこの左側の画面で、まあ僕が喋ってますよね、赤木夫婦の。で、この電波の真ん中がライブ配信っていうのは電波なんですけど、で、あなたが右側で、自宅だったりとか、パソコン、インターネットが通じるパソコン環境にいるところで参加するということなんです。で、このことによってどうなるかっていうとです、例えば京都で、収録したりとか、京都で、オンラインの配信を行いますけど、あなたが例えば、東京にいたりとか、また福岡にいたりとか、北海道にいたり、沖縄にいたりしても、インターネットの環境があれば受講することができるということなんです。で、これは海外でも同じなんですね。例えばアメリカだったりとか、まあ日本の近くで言ったら中国でもそうですし、逆に言うとヨーロッパでも受講することができるんです。場所と時間を節約して参加できることができます。じゃあ実際にオンライン講座ってどんな風な形になるのっていうのを見せたいと思いますけれども、こんな感じで実際行っていくんですね。これユーストリームというインターネットの同時中継配信のシステムを使ってるんですけれども、例えばこれうちの奥さんが喋ってるんですけれども、まあ配信の画面がありますよね。で、この画面に向けて喋ってます。で、後ろホワイトボードなんですけど、板書もまあクリアに見える。で、右側にこのまた窓があるんですけど、これチャット用の画面なんですけども、ここで実際に質問をあなたが打ちます。で、打った質問をこちらで同時に見ることができますので、それでそのままその見た質問に対して、そのまま質問に答えるという形で、まさにですね、インターネットを介してですね、あらゆる、世界のあらゆるところから質問を受けても、その質問にリアルタイムで答えることができるということなんですね。これちょっと説明なんですけど、ちょっと実際にどんな感じか見てみたいと思うんですね。例えば、こんな感じなんですけど、ちょっと流してみると。距離をぐっと縮める会話術について、お話ししたいと思います。2時間しかないので、2時間で、やっぱりなんかこう、あ、これさえわかればっていうやつをお伝えしたいなと思って、誰でもできて、今すぐできるもので、どんなのがいいかなっていうのを、今日考えました。なので、会話の中でね、一番大事な部分だけをこう他の部分を全部そぎ落として、お話ししたいというふうに思っています。でですね、基本的に、今、例えば私たち結婚生活で収録して7年ぐらい、こういった形で、まあ、結婚のつわの話だったり男女関係だったりインターネットの中継があるとそのまま、見れるという形になりますね。こんな感じで進んでいきます。じゃあオンライン講座って一体どんなことするのっていうふうに思うと思います。これで今この
なんでオンライン講座をするかっていうと、ずっとこのビデオで喋ってますけど、結婚脳を習慣化させるっていうことが一番大事だと思ってるんです。そこで月2回のオンラインの講座を開催したいと思ってます。で、オンラインの講座、先ほど見た感じなんですけども、リアルタイムで参加することによって、例えばリアルタイムってことは、例えば、日曜日の14時、2時からスタートしますっていう形で、そうするとあなたもご自宅のパソコンの前で2時に座っていただいて、パソコンを見て参加するっていうのは、こうリアルタイムによる参加なんですけども、そうするとですね、直接質問することができるんです。さっき言ったチャット画面で質問項目を書くと質問ができます。そうすることによって、まあこんな感じでお茶飲みながらとか、リラックスした感じで参加することができるんですね。そうすると、わからないことや聞きたいことが直接質問できるのは非常に便利ですね。これ逆になんて言うんですかね、オンライン講座の良さっていうのはもう一つあってですね、まず質問がリアルタイムでできるっていうことと、あとね、匿名性があるので、これはね、会場のセミナーではないメリットなんですけども、ちょっとこういうこと聞きたいな、でも会場のセミナーだと自分が質問されてることって分かると嫌だなという時に、このオンラインによる質問っていうのはすごくいいんです。これ実際に今まで何回も開催してるんですけど、ものすごく突っ込んだ内容、ものすごく、例えば普段のセミナーでは出ないような質問っていうのはバンバン出てくるんです。で、このことがあなたの学びをさらに深くすることができるんですね。で、さらに、このオンライン講座はいろんな特典を用意してます。まずですね、終了後。オンラインセミナー2時間で考えてるんですけど、2時間終了した後にはそのまま中継用の内容をビデオで収録してます。その収録ビデオを講座の内容をお届けします。なので復習が可能です。こういう形でビデオがあればオンライン講座に遅刻や欠席しても安心ねって言ってますけど、収録ビデオがありますので途中から参加だったりとかいろんな事情で欠席してしまってもその後すぐに収録ビデオをお届けします。なので最初から見てる方は復習に使ってもいいですし、途中からの方はそれを学ぶことに使うことができます。さらに講座内容の音声データ、これ MP3 形式にしようと思ってますがお渡ししますので、通勤や通学などでも繰り返し聞くことができます。なのでこれ何度も言いますけど、結婚脳を習慣化させるということでこのことを行ってるんです。音声データをお渡ししますので iPod やなんか携帯音楽プレイヤーを通じて iPhone とかでもいいですし聞いていただければいいかなというふうに思うんですね。ここで気になってくるのは、じゃあいろんな意味でちょっとオンライン講座にちょっと興味が出てきたんだけどって なるんですけど、やっぱり気になる参加費、参加費すごく気になってくると思います。で、今参加費として、月2回のオンライン講座を行います。で、この参加費がですね、毎月定額の1万500円、まあ、こういった参加費で行っていきたいと思います。1万500円です。まあ、1日に換算するとですね、350円になるんですね。この、月で2回、オンラインの講座を学ぶと。1日に換算すると350円。これ350円どんな感じかというと、スターバックスラテのショートサイズがこれ340円ということで、まあ、うちの奥さんもよくスターバックスに行くんですけど、まあ、スターバックスのラテを、のショートサイズを、まあ、1日我慢する。こう340円我慢し続けると、オンライン講座の受講料に該当するという形なんですね。そういった部分で自分の今必要な、これずっと我慢するわけじゃないんですよ。例えば自分にとってこのオンライン講座を通じて結婚脳が習慣化したら、ね、このオンライン講座から退会していただいても構いません。そしたらまたスターバックスでラテを頼むと。で、またちょっと必要で習慣化が必要だなと思ったらまたオンライン講座に入るという形で使っていただいても構いません。それとですね、スペシャルコースも今回ご用意しました。これは通常では募集しないコースなんですけれども、オンライン講座を通じて習慣化させていく、結婚の習慣させていくんですけれども、すぐに相談したいことがあるという方いらっしゃいます。例えば、今年中に何としても結婚したいんだとか、今お見合いしている人がいるんだけど、この人が本当に自分の結婚相手でいいのか悩んでいると、こういう切実な悩みがある人がいると思います。こういった方にもサポートできるコースっていうのを今回の期間だけご紹介したいと思います。で、これは月2回のオンライン講座にプラスして、赤木夫婦の個人相談、月1回行いますけども、マンツーマンコースとして設定しました。またコースの期間中であれば、メール相談は無制限でご対応させていただきたいと思います。まあ、スカイプというようなインターネット電話を使うので、日本全国もちろん海外の方も行うことができます。またこのスカイプというものを全く使用したことがないという方のためにも導入マニュアルありますので、そこの導入に関してはご心配はいりません。
で、さらにですね、このスペシャルコースは特典としましてですね、セミナー。これはライブのセミナーになりますけど、3万円以下で開催したものはすべてご招待させていただきます。なので、とにかくですね、これはね、すぐに効果を出したいとか、すぐに早い段階で結果を出したいという人のためなので、こう、定期的に開催しているものではないんですけども、3万円以下のセミナーであれば、無料でご招待しますので、それも学びや気づきに使っていただければいいかなというふうに思います。さらにですね、新しい教材、1万円以下のものであれば、これもそのまま完成した段階で無料でお届けしていきたいと思います。大体月に1本から2本ぐらい、まあ1本ぐらいが平均だと思いますけど、あなたの結婚をサポートするためのとか出会いとか恋愛、婚活をサポートするための教材というのを今後お届けしていきたいと思うんですけども、これを無料でお届けいたします。で、こういった特典がついたスペシャルコースなんですけども、毎月の定額で 52,500 円という形で今回募集させていただきます。値段から見たら高いように思うんですけど、1回あたりですね、僕らのスカイプによるオンラインの個人相談というのは今 42,000 円なんですね。で、それにセミナーも大体ですね、イブニングセミナーでも 19,800 円とか、教材は大体 9,800 円なので、まあ、ここら辺をちょっと算数していただくとですね、分かってくるかなというふうに思うんですけども、この価格でご提供するのは今回だけです。で、これ通常はやっていないコースです。で、募集定員もですね、たくさんの方来られてもですね、僕ら、体が一つしかないので、例えば、個人相談だったりとか、メールの相談というのは、やっぱり、一人一人に対して効果を出してもらいたいと思うので、5名だけっていうことで、これも先着順として5名だけ募集させていただきますので、もし希望する方はお早めに行っていただければいいかなと思います。と、ただですね、ここら辺から言うとですね、月15,000円、また52,500円のちょっと、今の段階では、ちょっと割高だなと。で、これから、例えば婚活始めるとか、例えば結婚とか出会いについて学び始めたいなという方もいらっしゃると思うんですね。まさにですね、これから婚活を始めたい方向け、こういったやっぱコースも必要だなというふうに夫婦で話して考えました。なので、結婚脳の育成のための入門講座というのも今回ご用意しました。これはですね、月1回のオンライン講座を行います。月1回オンライン講座を行います。で、価格としてはですね、なんとって書いてありますけど、毎月定額5,250円という、まあ非常に参加のしやすい価格に設定させていただきました。まあ1日に換算するとわずか175円ですね。で、こういった形で非常に参加しやすい価格で、今回入門コースも設定させていただきました。で、ここまでがですね、この結婚脳を育成するオンライン講座なんですけども、まあ、全体像としてどんな形で結婚脳を習慣化させていくかって気になると思うんですけど、ちょっと全体像をここで示したいと思います。これ全体像なんですけれども、上から受講って矢印が来てますが、基本的にこの3ステップのサイクルを学習の流れとして考えています。で、一番上はここですよね。ステップ1、ここありますよね。毎月開講するオンラインライブセミナー。これ、さっき言ったユーストリームですけれども、まあ、このオンラインライブセミナー、オンライン講座で、まあ、直接僕らが、まあ、担当します。まあ、ここで学びながら、まあ、ここチャットですけれども、こう僕が喋ってるところですよね。チャットで質問もできると。まずこれをステップ1とします。で、これを学んだ後どうするかって言ったら、これ、学んだ、収録してますので、そのまま、こういう形で、過去のラインナップっていう形で、ライブラリーっていうのはビデオの、まあ、ラインナップがどんどん溜まっていく、まあ、図書館みたいなものことをライブラリーって呼ぶんですけども、こう過去の講義とか、まあ、これ継続している人はずっと、過去の講義、コースを継続している人は、見ることができます。で、まあ、実際にオンタイム、リアルタイムで参加して、で、次はライブラリーにビデオがどんどんアップされてきますので、これを必要な数だけ見ると。で、何度も見ると。で、ここにはちょっと記載されてないんですけど、ここで MP3 っていう音声データもここでプラスされますので、これは聞くと、これは日常生活で聞いていただければいいかなというふうに思います。で、もう一個が、テップ3として、交流会って書いてありますけど、これ、いろんな受講生が僕らのもとで学んですけども、このいろんな受講生との交流っていうのが非常に効果が高いんですね。これ今 Facebook っていう SNS、ソーシャルネットワークサービスっていうところの、まあ、グループというコミュニティをちょっと使おうと思ってるんですけども、ここで実際に学ぶんですね。交流する。で、どんな質問内容とか交流したりとかして行いたいなと思います。で、さらにですね、これはオンラインというか、ネット上での交流なんですけども、半年に1回、
まあ、京都で行われる定期的なスクーリングに参加って書いてありますけど、半年に1回、年に2回ですね、実際に直接対面であって交流会やいろんな質問会や学びの機会というのも設けようかなというふうに今考えています。まあ、こういった形でこの巣のサイクルを通じてですね、あなたの結婚脳を習慣化させていくということをサポートさせていきたいなというふうに思います。で、今回この初めてオンライン講座の会員を募集させていただくんですけども、まあ、入会金として1万500円今回ご用意いただいています。なんですけれども、今回の期間限定としてですね、今回期間限定のご案内で、これ通常かかる値段なんですけども、今回はですね、この1万500円を無料にさせてもらいます。これ通常入会される場合は1万500円発生します。で、1回退会された方は入会金としてまた発生します。なんですけども、今回に限ってはこの入会金っていうのはなしです。いりません。で、期間は2011年12月31日23時59分までということで、除夜の鐘が鳴り終わるまでに、お申し込みいただいた方にはこの入会金っていうのはいらないですね。で、それ以降は、入会金が必要になってきます。さらに、スペシャルボーナスをつけたいと思います。今回申し込んでくださった方には。スペシャルビデオ、異性との距離がぐっと縮まる会話術。これはですね、先ほどうちの奥さんが出てましたよね。ご参考でやってた。じゃあね、この3つの壁があって、でも、初めて会う異性とは、必ずこの3つの壁が絶対揃ってるじゃないですか。で、異性と初めて出会って、この3つの壁を乗り越えてでないと親密になれないんですよね。で、親密になっていったときに初めていろんななんか対処法ってあるんですよ。だってね、例えばよくコミュニケーション術とかで、こう学んだ人で、例えばこういうふうに言えばいいんですよねとかって、例えばなんだろう、女性だったら、なんか女性の変化に気づいた会話をすればいいんですよねとかって、今例えば髪型変えましたねとか、メイク変えましたね。こんな感じで、異性とどうやったら距離がぐっと縮まるのかっていうこと、会話ですよね。この会話術に特化した、これもユーストリームを通じて配信したビデオなんですけども、これは今ご提供させてません。いずれ有料で販売させていただこうと思ってるんですけど、このビデオを無料でプレゼントいたします。今申し込んだ方には無料で、そのまま無料でプレゼントさせていただきます。じゃあ、お支払い方法はっていうふうに思うと思いますけど、お支払い方法は、クレジットカードの決済、これペイパルっていう仕組みを使ってるんですけども、ペイパルのシステム上、クレジットカード決済のみとさせていただいています。このビザとかマスター、メックス、JCB とかありますけど、まあ、クレジットカード決済はペイパルを通じてお支払いいただきます。で、今回クレジットカードのみとさせていただきますので、ご了承いただきたいと思います。で、もしどうしても銀行振込の方がいいという方は、別途ご連絡事務局までいただければ、ご対応させていただきたいと思いますけど、基本的にはクレジットカード決済で毎月ご入金いただくという形で取りたいと思います。じゃあちょっと整理します。まずは基礎から知りたいならということで整理しますと、ベーシックコースというコースがあります。これ入門コースですね、先ほどので。これは毎月1回第2日曜日を開催予定としています。時間は14時から16時、2時から4時ですね、午後の時間帯を予定しています。若干前後差はありますが、大体第2日曜日を開催したいなというふうに思っています。で、参加費は月々5250円の定額払いという形でなっています。で、講師はですね、赤木夫婦、夫吉典ということで僕が担当させていただきます。結婚に向けての初めの一歩を分かりやすくお伝えしますということで、この入門編ベーシックコースに関しては僕が担当させていただきたいと思ってます。で、もう一つ、より上質な出会いを求めるならということで、ハイグレードコースという、コースも設けてます。で、これは毎月1回第4日曜日予定しています。同じく時間は14時から16時を考えています。で、これはですね、ベーシックコースのオンライン講座も無料受講できます。つまり、回受講できるというのは、ベーシックコースのオンライン講座と、ハイグレードコースのオンライン講座、この2つを受講できるってことなんですね。そういう意味で、オンライン講座が2回です。参加費は、月々定額で1万500円となっています。で、講師は、赤井夫婦、妻、かなの、うちの奥さんですね。で、うちの奥さんが、上質な出会いを作る方法をたっぷり伝授してくれます。これ楽しみにしてください。これね、本当にね、具体的な、もう本当に実践的な内容です。なので、上質な出会いを求めるんであれば、ぜひここに来ていただいて、うちの奥さんの具体的な手法、どうやったらよりワンランク上の上質な出会いを得ることができるのかということについて特化してお話ししたいと思ってますので、ぜひ興味のある方は、こちらのコースを受講いただければと思います。で、さらにですね、すぐに個別の相談がしたいという、こう、切実な思いを持っている方は、このスペシャルコース。これはですね、毎月2回のオンラインコースとなります。これはさっきのベーシックコースとハイグレードコース。
これ2つやりますね。で、毎月1回個人相談、これはスカイプというインターネット通信を使ってやった、相談ですね。あと無制限のメール相談で、参加費は月々定額で52,500円で、講師は私たち夫婦2人が行います。あなたのために全力でサポートさせていただくコースです。で、これ先ほども言いましたけど、先着5名なので、希望される方はお早めにお申し込みください。ではちょっとまとめてみます。まとめるとこんな感じになりますね。ベーシック入門コース、ハイグレード上質コース、スペシャル二人三脚コースみたいな形でナイミングしましたけど、こういった形になっています。で、この入会金は、それぞれ今回は無料です。通常は15,000円かかりますが、今回2011年12月31日までは無料でお申し込みすることができます。で、月額料金は月々ベーシックコースは5,250円、ハイグレード上質コースは15,000円で、スペシャル二人三脚コースは52,500円というふうになっています。で、募集定員、ベーシックコース50名、ハイグレードコース30名、スペシャル、二人三脚5名というふうな形で、とりあえず人数設定させていただきました。で、これどういうふうに人数設定したかというとですね、Facebook のグループコミュニティとかも使うんですけれども、基本的にオンライン上なので人数っていうのは制限ってないんです。言ってしまえば。なんですけども、あえて募集定員を、示させていただいたのは、僕たちが直接やっぱり名前をですね、認識して、これは何々さんだな、これは何々さんだなという形で、一人一人と顔の見える形でのお付き合いしたいなと思ってるんです。ここメンバー交流会ってありますけど、半年に一回、年に二回やる。これそれぞれ、該当してるんですけど、やっぱ直接会って、認識して、その人に叶うようなアドバイスをしたいなと思ってるんですね。だから、例えばこれもね、500名とかね、1000名っていきなりなった時に、やっぱそれぞれの対応って難しいと思うんですね、今の状況であれば。なのでとりあえずこれぐらいのメンバーであれば、顔と名前が一致して、それぞれ直接ですね、お名前呼びながら、アドバイスができるんじゃないかなという形で、設定させていただきました。で、もしこれがうまくそれぞれの方がですね、自分の望む結果を出していければ募集することもありますし、このまま募集しないでこのまま行く形もありますけれども、それはこの後の状況次第で柔軟に対応していきたいなというふうに思っています。で、オンライン講座は入門コース。これ全部ついてますよね。で、オンライン講座上質コースは上質コースと二人三脚コースの方。で、オンライン講座の収録ビデオ、それぞれ、音声データもそれぞれお付けします。で、メンバー限定コミュニティはそれぞれのコースの方は、みんなグループのメンバーとして登録させていただきますので、このメンバー限定コミュニティの中で交流したいと思います。またメンバー交流会にもご参加いただけます。で、メール相談に関して、これ無制限なんです。これ二人三脚コース、スペシャルコースだけに付けさせていただきました。また月1回の個人相談、これもそうです。これもそれぞれの方に丁寧に対応していきたいので、こういう形を取らせていただきました。また新教材が完成した場合の無料ご提供、またライブセミナーの、これは直接会場でやるセミナーですけども、ご招待っていうのも全てスペシャルコースにつけていますので、特に効果を出したい、早い結果を望んでいるという形はこちらのコースを選択していただければいいかなというふうに思います。それでは、だいぶ長いビデオになってきましたけど、最後に伝えたいことという形で、私たち夫婦からあなたへのメッセージがあります。私がこの1年で結婚すると決めて叶ったのも、この時期に決めたのが始まりですってうちの奥さんが言ってます。そうなんです。この時の運を味方にするっていうのはすっごく大事なんです。で、今回、クリスマスプレゼントという、年末の感謝プレゼントとして4本のビデオをこれで公開させていただいたんですけれども、これはなぜかというとですね、時の運を味方にしてほしいからなんですね。で、時の運を味方にするっていうのはどういうことかっていうとですね、この年末年始、クリスマス年末年始っていうのがですね、一つ自分の人生の中での区切りを考える上で1年で最も意識がいく時なんです。で、この最も意識がいくとき、よくやりますよね。今年はなんかパッとしなかったけど、来年こそは。これね、必ず年末に思うんです、みんな。で、大掃除をしよう。必ず思うんです。だって、掃除だったりとか、決意するんだったりとか、だったら別の月にやってもいいじゃないですか。でもね、この時すごく思うんです。で、年始明けたら、書き初めしたりとか、今年こそはって言って手帳に新しい目標を書いたりとかしますよね。でも、2月とか3月だったらもう忘れちゃったりとか、もうちょっといいやってなっちゃったりとかするんですね。なので、でもね、年末年始は誰もが、ほとんどの人が、
今年こそはとか来年こそはって思うんです。これがね、時の運なんです。この時の運を味方にすることによって、あなたが望む人生っていうのを切り開いていくことができるんですね。で、うちの奥さんはですね、ちょうどですね、仕事がバリバリやっててですね、このまま結婚しないで人生を終えていくのかっていう時にですね、翌年に決意したんですね。それ2004年の1月1日なんですけど、その時に私は今年1年で結婚、絶対に結婚相手を見つけるんだってすごい決意をしたそうです。で、まあ、ビデオ2番のセミナーの部分でも喋ってますけども、あらゆる、まあ、本を読み、いろんなことを考え、あと、まあ、結婚相談所にも彼女は行きましたけど、見合いもしたし、合コンもしたし、事務通いもして、もう、ありとあらゆることをやったんですね。で、ありとあらゆることをやりながら、ありとあらゆる失敗をしながら、結果的に導き出していった方法があって、で、それは結婚論になっていく方法なんですけども、そのことが結果となって、2004年の8月8日に、まあ、デート、3日間のデートした後に、まあ、僕と結婚するってことを、まあ、2人で決めたんですよね。まあ、そういうことがあって、2004年の11月27日、こう、いい船出の日って言うんですけど、まあ、僕がプロポーズをして、まあ、翌年の2005年の3月13日に、まあ、結婚したっていう。で、このスタートはどこにあったかっていうと、2004年の1月1日、まず年始に、この1年絶対結婚するんだって彼女が決めたんですよね。これね、時の運なんです。なので、ぜひ、最後にあなたに伝えたいことは何かというと、この時の運をね、ぜひ味方にして新しい人生をスタートしてほしいということなんです。で、そのために私たち夫婦ができることは、あなたに対してできることは全力でサポートしていきたいと思います。このビデオ、この1、2、3、4でもう一回見直していただきたいと思うんですけども、どうしたら愛に恵まれるか、どうしたら運命の相手というかですね、幸せな結婚生活を送りながら自分の仕事もうまくいってキャリアもアップして、で、充実したプライベートを過ごせるようになるにはどうしたらいいのかって言ったらですね、やっぱりね、素晴らしいパートナー見つけることが必要なんです。で、素晴らしいパートナー見つけるためにはどうしたらいいのかって言ったら、やっぱですね、独身脳から結婚脳に変化する必要があるわけです。で、この結婚脳にどうやって変化するのかってことに特化して、このビデオは全部収録させていただいたんですけど、この結婚脳にどうしたら習慣化するかって言ったら、やっぱり習慣づけていく必要があるんですね。で、そのためにどうしたらいいのか考えた中で、やっぱオンライン講座っていうのがものすごく効果的だなという形で、今回考えて、この年末にあなたにご案内できるようになりました。ですのでですね、ぜひですね、来年1月スタートですけれども、あなたとお会いできることを楽しみにしています。また最初はインターネットを通じてですが、半年に1回、年に2回直接交流する機会も設けてますので、ぜひその時に直接お話できたりとか、交流できたらいいなというふうに思います。それでは、ビデオ4は大変長いビデオになったと思いますけれども、興味のある方は今すぐ書き寄り、クリックしてお申し込みください。申し込みの締め切りは2011年の12月31日23時59分までとなっています。それまでにお申し込みいただいた方には入会金が無料だったりとか、特別のボーナスビデオがついてたりとか、特典がありますので、ぜひ興味のある方はすぐ書き寄りお申し込みください。それでは、ヤギ夫婦のこれで4本目のビデオが終了しますので、長い間とか短いようで長いかったような気がしますけれども、また何かの機会であなたとお会いできることを楽しみにしてます。それでは最後まで見ていただいてありがとうございました。